出会いは3年前の七夕祭りだった。収入のすべてを推しに注ぎ、自らの服はジャージのみ、すべての新京太が恐れをなすという唯一のマイナオタ、エリピオさんです。よろしく。マイナちゃんが所属しているのは岡山市で活動するチャムジャム。ちょっとずつ固定ファン増えてきたと思うの？そういえばそっか、ぬめりも一緒に頑張ろうね。うん、ちゃんと打ってよ。変化球かけないでよ。私の頑張りがマイナの CD になり、マイナがアイドルを続ける糧となる。オタクの先輩熊佐さん、僕が一番レオのことを好きでいたいと思っています。ガチ恋勢の元井さん、ソラネちゃん普通じゃないんですか？マイナ推しになってくれたレナちゃん、それぞれの推しをそれぞれの推し方で応援してきた。マイナ愛してる。あ、エリピオさん、私の人生にはマイナの1分1秒が必要なんです。短冊が欲しいです。マイナを押すうちに私にはこんな思いも芽生えて、こんなにたくさん、マイナが武道館行ってくれたら死んでもいい、死んでもいい。マイナの全てが私に生きる意味を与えてくれる。マイナ、推しが武道館行ってくれたら死ぬ。なんとチャムジャムが東京でライブだと。